田舎のドンキって言われて、はい、誰が田舎のドンキやおい誰がやねんおい広瀬方の方がもうマジ田舎のドンキ、誰が田舎のドンキやだからいやもうこれこれこれうわー喜んじゃう。なんかあのマイアミのチンピラみたいな、誰な、誰がマイアミのチンピラやねんねこの格好が誰がやねんこれどうっつって、いいじゃん、なしまさんのそのまま丸パクリするとか、え、でもなしまさんのやつとかの方が、ちょっとこっちで見せてあげるよ、かっこいいけどカリス見たいもんな、これあね、それね、いつものモノトーンのね、これいいとか、うん、いいね、そうね、ラフやね、あーいいね、カジノ感のね、これこれは、そうね、なんか車の事故って言ったこみたいな、モノトーン好きよねこれ、あースーツよね、これあーモノトーン好きよねこれモノトーン好きよねこれごめんこれで全部かも、ひど全部モノクロでいやまあそうだよね、でもこいつ犯罪者ないよな、そうなんだよ、ごめんダメだったみたいダメか、あ見た目まずめちゃめちゃ犯罪者してる、うん、あそれめっちゃいいよね、かなかな全部モノクロ、赤がいいの、合コンさんに1時間ぐらいかかって崩したくないから、ずどうするこれ行ってみる、一回見てみたい、一回これ丸コピしてみて、うん、そうそうそう、いや丸コピ気になる、あとヒゲがやばいね、うんうん、そうだね、ヒゲと確かにヒゲと、ヒゲとあとあのハート取りましょう、ハート、ハート、ああまた、あ、ハート、ちょっと待って、もう俺じゃなくならない、大丈夫？いやあの一回ズズさんから一回払拭しましょう、名刺を、そうそう、であのネックレスはそのままでいいやん、で、だってネックレス、これが一番不評だったのに。それでもズズさんのアイデンティティだし、あ帽子？帽子帽子取りましょう、いいよ。あ、それハゲ隠しの帽子じゃないんだ。いやなんか、まあ、でも確かにちょっと似てるかも髪型。牛島くん似たよね、こんなの。寄り目したらね、寄り目したらギリだよ。じゃあ後ろ見て。調子の高木みっちみたいな頭してんの。どう？後ろ一緒じゃん。おお。いやフライドポテトやん。誰がフライドポテト？誰がマクドナルドのフライドポテトや、俺が。なあ。マックや。誰がやねんな。入れ物が服で。やかましい。入れ物服で。誰か塩持ってきて塩。裏木も。行く？煉獄さん行こうか。煉獄煉獄じゃねえわ。うまいじゃねえわ。うまいじゃねえわ。病院も行って。おかえりなさい。いやいやもう、ね、絶対大したことない、絶対ちなみに絶対大したことない、どうでしょう、どうせしょうもないことピヨン、おネックレスダッサいやほら服って着る人でこんなに変わるんや、ほらなほらちょっと待って、あのえな、なしまさんめっちゃ似合うのにズズさんどうした、いや知らんよ、だからネックレス、うちの天、うちの空ではね、田舎のドンキって言われて、誰が田舎のドンキやおい誰がやねんおいいる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 、お前んとこのやつ、おいちゃんと教育せよお前んとこのやつ、顔隠すといける、じゃあネックレス取ってみたらね、顔隠すといける、一回ネックレス取ってみたらね、顔隠しちゃダメなんですよ、ちょっと首取ろうよ一回なんか違うんだよな、なんなんでしょね、ほらな、まあ、サングラスも取ってるけど、やっぱでも髪なんやろな、髪とヒゲ、ヒゲ、いやだってもう髪とフレンチフライだからな、なしまさん何やってるんだ、髪とヒゲ取ったらもう俺じゃなくなっちゃうちょ、じゃあやっぱなしまさんに似合う格好なのかもしれない、これはあるんだ、やっぱそういうのが、やっぱりなしまさん何やってもめちゃくちゃかっこいいんかい、何外してもかっこいいもんな、そうなんです、バチバチに似合ってるね、あの隣にピエロやもん、誰がピエロ誰がピエロじゃん、おい本性の通りや、後ろ姿も後ろ姿の方がもうマジ田舎のドンキ、誰が田舎のドンキやだから髪の毛かだろ、じゃあそれでサンダル履いてたらもうやばいな、スリッポンね、ほらやっぱ違うじゃん、やっぱ服、やっぱ人によってちゃうんよ、あでもやっぱちょっとあのハートのネックレス取ったらまだちょっとマシかも、うん、そう、ハートのネックレス、ハートのネックレスやばい、があかんの、マジでやばいわ、あれはハートのネックレス
うん、あーすごいな。確かにハートのネックレスになった瞬間に隠せない変態感あるね。嘘だ、うん、なんかの付録みたいそれ。シャオとかシュー。待って、なんかサウタちゃんはズズのこと嫌いなわけではない。サウタはズズさんのこと好きだよ。あ、そうだよね。割と切れ味鋭くない、さっきからなんか一番きついんだよ。それだけさ、なんかパンチ重いよね。重いよ、すごい重いよ。いつも通りです。タラちゃんとズズさんのこと好きだよ。あ、そういうことなの、うん、言えばいいと思ってる。タラちゃん愛のあるパンチかもしれない。タラちゃんじゃない。タラちゃんの話しちゃう。ほらね、だからやっぱ関係ないよ、なしまさん。ほらね、やっぱいや、でも髪型やばいよな、うん、髪型やっぱ、うん、あれでもさっきのズズさんが着てた服より断然マシだよ。うん、いや、それは より近くなった。いや、マシだけど、でもこう、じゃあこいつがセンターに立ってカリスマっていうか、こうかっこいいこと言いますの格好じゃないでしょ。でもあ、それなんかあれじゃない、カーディガンだから上のアウターカッチリしたやつに着替えたら、じゃあ、うん、おー、なんかカリスマ感出るかも。ライダースーツっていうかさ、うん、なんか、うん、あ、ジャケット的なね。そうそうそう、ジャケット、そうただでさ、ね、田舎のドンって言われてるやつがジャケット変えたら、田舎ドンキだ。ドンキだ、ドンじゃねえわ。ドンキだ、田舎ドンキだ。待って待って、サウタちゃんって嫌いなわけではないんだよね。すずさんのこと好きだよ。そうだよね、うん、ひげえね。好きよ、すごいな、ドンキの訂正いっちゃ早かったな。早かった、ドンキ、ドンドンキだ。ドンちょっとドンシステム許せねえよ。ドンキだ。お前程度がドン名乗るな、みたいな。ほらな、ほう、わあ。え、もうだから汚れてる、普通もう反射だ。かっこいい。いや、これはいいわ。趣旨が変わってるからね。趣旨がちょっと横で同じポーズしたしょうがない。あんなにマジになる。でも笑かしてくるな。笑かしてきてないんだよ、別に。笑かしてはないの。ちょっと止まらない。まあああ、ちょっと、ちょっと。やっぱほっぺのハート嫌やな、すごい。いや、やかましいわ。そう。そこなんだよね。朝丸さん、やっぱそう思いますよね、やっぱりこれね。ああ、なんかいいね。やっぱね、ほっぺのハートがなんかな、ひどいな、ひどいな。ひどいな。ボソって聞こえたな、今。でも、ズズさんってよく見ると顔かっこいいよね。いや、眉毛がくどい。やかましい。すげえキモいんだよな。やかましい。ちょっと、だいぶ辛口なんだよ。あれ褒めたのにな。いや、もうこんなんもう、こんなんもう好きなやつ好きやぞ、おい。こんなんもうこれはちょっと、それはズズじゃなかったでしょ。いや、好きじゃない、別にそんなことないよ、別に。今夜はもう、これ、うわー、喜んじゃう。嫌いじゃないけど、別にそういうの。嫌いじゃないんだ。そういうパターンのやつだよね、これ、多分。はいはい。しかもこれあれでしょ、あの問い詰めてるのは多分これナシマさんの方だよ、多分ね。ちょけるちょけるな。ちょっと意味が分かんないから、それ意味が分かんない。中学旅行とかの写真ふざけてる。何これ、指、何指、これは何なの。これワンちゃん。ワンちゃんかわいい。かわちい、ワンちゃんいいの、かわちい。ワンちゃん中指立てないで。これあの心臓抜いた時の怖っ。切るわじゃん。やってること怖いから、グシーいってるよ。え、じゃあダニオハザードのタイラントみたいなやり方。タイラントやって。じゃあ、じゃあ、あの悲しきひそかで、じゃあいいよ、ひそかの。おー、メイクひそかにしたの。ええねん、こんなん。ええねん、こんなん。もう、じゃあ、ちゃうねん。声、俺が目的失ってる。言い方、言い方なの。言い方ね。言い方を聞きに来たのに、なんでこうなってんの今。言い方がね。言い方を聞きに来た。モデルやってるわけじゃないの今。味するかな。なんで今日俺言い方のやつ学びに来たのに、なんかナシマの格好されてんの今俺。え、でもね、めちゃくちゃめちゃくちゃ良かったよ、最後らへんのやつ。うん。EEEK。PEEK。P だ。P くね。はいはいはい。あったよ。めっちゃ弱いな。拾われた社員やん。俺様その辺に捨てられてた社員やん。驚いた。
かレム君とかやってたら可愛い。いやいや、ズズはマジきつい。3下すぎないってこれ。ちょっと待って、この見その見た目でそれはきついな。ヒョウヒョウちゃんと怒ってるから。田舎のドンキ、マフィアになる。田舎のドンキに行ったやつが先輩に絡まれて、めちゃくちゃ頼ってるやん。牛島くんとかにいるめっちゃ弱いやつやんけ、だって俺は。うん、どうすんのでやかましい、もうええわ、帰るわ、もう。ええわ、もう。最後にもう一回でも笑っちゃう。結局しっくりくんのこれなんかほらね、結局でしょ。なんだドズミンゴ、ドズズミンゴ、ドズズミンゴ、ドズズミンゴは、ドズズミンゴ、ドズズミンゴ、滑ってるみたいじゃん。よし、行ってきます。おお、頑張れ。皆さんありがとうございます。すいません、お時間。病院行こう。うん、病院行く。Get that.